そうですね。まあ、結構、辛い、個人的にまあ、きついシーズンだったというか、まあチームとしても個人としても、まあタフなシーズンだったっていう感じ。まあそれは、やっぱり勝利、もう自分たちが目標としてたチャンピオンシップとか優勝っていうのにも、まあその CS 争いにすら食い込めなかったっていうのと、まあ個人的には、その、なんですかね。まあなんかチームにあまり貢献できなかったっていうか、まあ自分の持ち味を最大限に出すことができなかったし、やっぱ、まあそれが数字とかにも出てるんで、まあ、そうですね。学びのシーズンではありましたけど、まあやっぱり厳しいシーズンでしたね。そうですね。まあ、やっぱ去年と比べてみても、だいぶ全体的に下がってるんで、まあ、良くなかったですよね。まあ、やっぱチームが変われば、やっぱ求められるものも絶対違ってくるので、そこに対応する、まあ、難しさっていうか、まあ、自分の準備不足かなっていうのもあったんで、まあ、それをまあ、来年に、こう、生かさないといけないですし、この経験は。まあ、なんでまあ、そうですね、まあ本当にいい学びの一シーズンになったかなと思います。そうっす。やっぱまあ準備するのは、まあ自分も、一年目からまあやっぱ出れない時とかあって、まあそういうのは、まあそういった時の対応の仕方っていうのはまあ結構、やってきたんで、あれなんですけど、まあ、やっぱり、試合に出てなんぼなんで、選手っていうのはやっぱ、だし、まあ、悔しかった。まあ、正直、それはもちろん、チーム勝ってたりすると、まあ、喜ぶし、なんですけど、やっぱ、出ないとあれなんで、っていうので、やっぱ、悔しかった印象は結構強いです。まあ、やっぱ、それは、プレゼンもらったからには絶対何かやってやるぞっていう気持ちで挑んでますし、まあ、やっぱ自分の、まあ、強みは、まあ、得点、スコアすることなんで、そこは絶対に、まあ、やってやろうっていう気持ちでやってました。そういえばっていうか、なんか、まだダンクしてなかったじゃないですか。まあ、毎試合前とか、まあ、女子に、もういつダンクするんだみたいな言われてて、まあ、もうちょい待ってと言って、まあ、新州戦でやっとできたって感じで、その後別に、ダンクしたなと何も言われなかったですけど、気持ちよかったっす。そうっすね、意識してたこと。やっぱ、何を求められているかとかっていうのを、まあそれを、遂行力を、まあ遂行することをまず意識してたんですね。はい。渋谷戦ですかね。渋谷のゲーム1かな。多分、まあ移籍して、まあ初めての移籍だったし、そもそも。でまあ、ずっと3年ぐらいいたチームに、のホームで試合やれて、まあなんか、すごい懐かしい気分にもなったし、しかも勝てたんで、なんか、すごい印象残ってます、渋谷戦は。アップしたこと。ない。ないっす。まあ、まずやっぱ、みんな年近いっていうので、なんですかね。明るいし、明るいっていうか結構ベンチワイワイしてる感じで、やっぱ楽しいなっていう感じでしたね。そうっすね。
なんかどっか旅行行きたいっすね。去年からずっと行こう行こうって言ってたんですけど、友達と、韓国に。で、行けてなくて、で、まあ今シーズン終わったらまあ絶対行こうぜみたいな。で、行きたいっすね。あとは、まあ筋トレは、継続的にやるかなって感じですね。まあ、今のところそんぐらいです。今シーズン、応援ありがとうございました。まあ、チームとしても、まあ、個人としても、まあ、成績は良くなかったですけど、まあ、個人的には結構学びのあるシーズンになって、まあ、それを来年、生かすも殺すも自分なんで、まあ、この悔しさを糧に、まあ、このオフシーズンから、まあ、しっかり自分で考えて、取り組んで頑張るので、まあ、来シーズンも応援よろしくお願いします。